新型コロナウイルスの感染拡大により、世界各国において入国、移動、外出、集会などが制限され、一見テロなどのリスクは低くなっていると思われますが、パンデミックでテロリスクが下がるとでも思っているのか。これはミスター G、 ご無沙汰しております。そうです、今回は感染症流行下における海外での安全対策についてです。新型コロナウイルス感染拡大による2020年上旬のパンデミック宣言後においても、世界ではテロ事件が多発しており、グラフを見てわかる通り、パンデミック宣言前と変わらない水準でテロ事件は起きています。2020年4月から5月にかけてのテロ件数の倍増は、主に中東地域およびアフリカ地域でのテロに起因するものの、欧米やアジア等でも引き続き発生していることは要注意です。またコロナ対策へのデモや暴動、アジア人へのヘイトクライム、社会不安による治安の悪化も新たなリスクになっており、これらがテロにつながる恐れもあります。このように感染症の流行下であっても、様々なリスクは継続しています。よって感染症流行下でテロなどの被害に遭う可能性も想定し、安全対策を行うことが必要です。感染症流行下での安全対策は、コロナ以前の安全対策とは何が違うのでしょうか。まず各国の感染症対策として、入国や国内移動に制限があることにより、テロ被害などの発生時に従来通りの対応ができない懸念があります。例えば被害者家族や本社支援要員を現場に急派遣することが困難となる可能性や、在外公館による支援に一定の制約が生じる可能性があります。またこのように外部からの支援を得られにくい状況下で、現場の従業員の感染が並行して発生している可能性もあります。感染症流行とテロなどが同時に発生することで、リスクが複合化、複雑化しているのです。さまざまな可能性を念頭に入れ、現地での体制や危機管理マニュアルを見直し、マニュアルに沿ったオンライン訓練などにより対応能力の向上を行うことが重要です。具体的な確認事項は外務省のホームページに掲載されている解説編も参考にしてください。感染症流行下でもリスクは存在する。安全対策を軽視しないことだ。